はい、皆さんこんばんは。音声聞こえてますか？久しぶりにやりますゆうこの部屋。今日はなんとオーストラリアからのお客様と宮崎からいらしてくださった美魔女でお送りしたいと思います。はい、じゃあ、今日のテーマ恋愛、大人の恋愛、はい、男の人もぜひ、うん、奥さんのこの行動わからないっていうのがあったらぜひコメントによろしくお願いします。それいいね。それもそうだ、ね、そう、今もらったらいいのね。そうそうそう、呼ばれと思って花買ってったらゴミ箱捨てられたとかいう経験お持ちの方はぜひぜひ。あります。え、本当？はい、お送りしていきたいと思います。はい、ではですね、最初、まあ、こちら今回ね、これを企画してくださった、はいはいはい、くるみさんから。くるみさん、はいはい、今日はですね、日本最大級の恋愛ポータルサイト、はい、うん、恋愛ユニバーシティ、福寿くるみという人がですね、私ですね、あのシンデレラ恋活プロジェクトというのを沖縄から勝手にやって日記をたまに投稿してるんですね。まあ、そういう流れで今日は、恋愛ユニバーシティの専任カウンセラーでいらっしゃって、あとアメリカのね、世界的心理学者、まあ、まあちょっと後で詳しく話してもらって、夫婦カウンセリングの世界的権威のジョン・グレイ博士の認定コーチでいらっしゃって、まあ、小ユニの専任カウンセラーであるミコリさん、はい、オーストラリアから来ていただいたので、ちょっとユーゴの部屋にちょっとお邪魔しています。ユーゴさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではではオーストラリアからいらしてくださった、うん、はい、うん、私も初めましてのミコリーさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、マーズビーナスライフコーチのミコリーです。私は、3回結婚を今しておりまして、2回の離婚をしてます。もちろんで、2回の離婚をした時に私の結婚生活がどうしてうまくいかなかったのかっていうことを反省したんですよね。その時にジョン・グレイ博士のベストパートナーになるためにっていう世界的ベストセラーの本を読んだことがきっかけで、私がいかに男性を知らなかったか、男っていう生き物を知らなかったかっていうことを知って、その後にジョン・グレイ博士の教えを猛勉強をして、でその後知り合った今の夫と結婚をして7年経つんですが、ラブラブに生活をしていっています。で、うん、ラブラブに、ね、うん、バカップルでかっこいい、かっこいい、うん、一応イケメンなんですけど、オーストラリアの、はい、ゴリラマンで有名、うん、すごい、ね、うん、でそのうーん、なんていうか、どの人もそうなんですけど、うん、男性も女性も、うん、お互いの別性の差っていうのを分かってなくって、そこからやっぱり恋愛とか結婚がうまくいかないっていう風になっていくのが、私自分自身のその生活、結婚生活とか恋愛とかでやっぱり何度もそういう失敗をしていってる。で今恋愛ユニバーシティの方で電話相談のカウンセラーをしてるんですけど、うん、やっぱりそういうところでも同じようなところでつまずく男女、うんうん、が多いっていうのをね、すごく感じてるんですよね。うん、はい、はい、今更なんですけど、うん、恋愛ユニバーシティについてもお話いただいていいですか？恋愛ユニバーシティは、うん、日本最大級の恋愛のポータルサイトで、うんうん、グッドウィル博士が主催になってやってる、うんうん、サイトなんですけど、うん、まあ、悩める女子たち、はいはい、婚活で悩んでいる、うん、また復縁をしたくて、うん、グッドリー博士は、うん、復縁にかけては私は世界一の、うん、と、あと恋愛のね、恋愛よね、うん、具体的でね、そう、手間細かい、そうですよね、うんうん、グッドリー博士よりも、うんうん、上に出る恋愛の方っていうのはいないかなって、うんうん、思ってます。はい、うん、すごい、うん、悩むと多分ポータルサイト、うん、っていうと、じゃあ参加したい時はどうするの？うん、参加したい時はもちろん恋愛ユニバーシティに、うんうんうん、アクセスをして入会をしていただくと、うんだね、入会料は別に無料ですね。無料なので、で会員登録しなくても、うん、見れる記事は見れる、コラムとか、コラムとか、うん、ニュース
は全部見れるので、うん、あの恋愛とか、ね、男女の、うんうん、あのことで悩んでる方はぜひぜひ見ていただきたい、うん、あのあれですね、こういうにって検索していただければ、うんうん、恋愛って入れただけでも言うまで入れなくてももしかしたら恋愛でユニバーシティって出てくると思います、うんうんね、そしたらもう学科がいろいろあってまあ、会員登録って言っても無料ですし、うん、ニックネームとメールアドレスだけで登録できるので、うん、別に全然自分のこと明かさなくても情報は全部読み取れるので、うん、メルマガみたいなのは聞かれればしない。ないです。ないですね。あ、メルガマ、ま、あるあるやってる、あ、やってるやってる、うんうん、やってますね、はい、こういうコラムがあるよっていうのをね、うん、いろいろと配信していただいたり、あとグッドウィル博士の、うん、一言を、はい、うん、送って、まあ、グッドウィル博士はどこにいるんです？東京にいる。東京、日本語通じるの？うん、そうそう、あ、日本人のグッドウィル博士は日本人で、しかも2015年に沖縄に来てくれてる、うん、へー、あとね、ちょっと前なんですけどよくテレビ出演もされてたので、うん、本もいっぱい書いてる、さん、アカシアさんまさんのテレビとかも出て、うん、あと関西の方でも番組に出てたりとかなので、なん、うん、悩んでない人はわからないと思うので、うん、お幸せな、うん、生活をしてるんですよ、うん、なんかね、日々の暮らしに追われて疲れ果てみたいな、うん、面白い、はい、日々の生活に疲れ果て、うん、なんかね、私モテの定理っていう黒い表紙の本がコンビニに置いてあったんですよ、うんうんうん、グッドウィル博士って書いてあって、うんうん、それが出会いだったんですけど、モテの定理はね、男性のために書かれた、うん、そう、なので本なんですよね。男性も、うん、まあ、本当は嫌だけど、うんうん、まあ、ためになると思います。女心っていうの、うんうん、そうですよね、分かるねと思ったら見てみてください、うん、でも必要ですよね、絶対ね、はい、絶対必要だと思います。ゆうこさん、ここで元気になった、うん、なんだろう、女の人ってこういう情報結構あるじゃないですか、うん、だからちょっとそれで悩むし、今本当に私の周りでめっちゃ可愛い片思いをしてる人がいるんですけど、うん、もう一人で勝手に思い悩んで、うん、相手と会話もしてないのに答えを勝手に自分で導き出し落ち込むみたいなことをやってる子がいて、片思いの男性を落とす方法もグッドウィル博士は最高のスキルを持っていらっしゃるので、そうなるとこういろんな人に聞くじゃないですか。でだけど男の人ってそう思ってても聞かない。そうですね、自己解決型なんですよね。でも無理って思ったらパッて諦めるとか、うんうん、でもなんか思い続けたら男の方が長いとかよく言うじゃないですか、ね、タイプによる。男性も人タイプじゃないので、ね、うんうん、たくさん私自身も独自で5種類に分けられるっていう風にしてたりとか、うん、あとやっぱりグッドウィル博士も博士自身の、うんうん、そういう分け方っていうのがあって、だいたいこういう言動する人はこういうっていうその、うん、こうグループに分かれるので、うんうん、そこによってやっぱり使 うテクニックがちょっと変わってくるので ね、自分がこうだから男性もこう考えてるだろうとか、うん、元付き合った彼氏がこんな感じだったからこの人も一緒だろうっていうのはやっぱりちょっと違って、うん、みんなそれぞれ違うので、うん、その違いをやっぱり分かって、うんうん、その人に合った方法でやっていかないと裏目に出ることがあったりね、うん、するんで、そういうものをやっぱり学んでいくと恋愛に負けない、うん、勝たなくてもいいんだけども大きく負けることがなくなる。例えば騙されちゃうとかね、体目的でやり捨てされちゃうとかみたいなのは防げる。いかに賢くなるかっていうこと、どういう男性を、が誠実でどういう男性を選んだらいいんだろうっていうのをやっぱり勉強しないと、うんうん、私自体も恋愛ユニバーシティに2012年に入学してるんですよね。入学してる、で会員登録ね、うん、会員登録して、そう、まあ、一応ユニバーシティなのでね、入学っていう、うん、そう、ユニバーシティ大学なのでね、恋愛大学なのでね、そう、で私は本当に恋愛に関しては中学生ぐらいの偏差値しか
なくって、うん、その人生経験はたくさんしてるのに、うん、恋愛面だけは本当に中学生の女の子がキラキラさせてるような夢見る夢子ちゃんで、うん、あの愛してれば私のことはわかるでしょっていうかまってちゃん、うんうんうん、でさしてちゃんでね、うんうん、そういうことでやっぱりすごく失敗をする。なぜ失敗かっていうと、うん、自分がそれこそ思い描いてることと違うことを男性がしてくるとがっかりするでしょ、うん、こうしてくれるはずだって。例えばね、よくあるこれは相談でもよくあるんですけど、うん、彼が誕生日にプロポーズをしてくれるはずだ、絶対にプロポーズがあるだろうって彼女は思ってる、うん、で誕生日に何にもなかった、うん、それこそレストランもなければね、連れて行ってくれることもなければおめでとうっていう言葉だけだったとか、うん、そうすると彼女は絶対に今回はプロポーズをされるだろうとか、そのプロポーズには素敵なレストランで、うん、それこそ箱パカっていうのがあるだろうとかって妄想を描く、うんうん、でも彼の中ではそういう計画は全くなかった時に、うんうん、がっくりと落ち込んで、うん、もう彼は私のことが好きじゃないんだって思ってしまうのが女心、うん、あと連絡が来ないと、うん、もう私のことが嫌いになったのねとか、うん、ゆうこさん今一生懸命思い出してるんですけど、そういう時ってあったかなとか思って、やっぱり思い出してた。そう今ねちょっとね、うん、遠い昔を思い出してるなっていう感じ。ここね、ちょっとね、いろいろとね、なんかぐるぐる一層回想しないと、あのね、やっぱり今すごく幸せだからそうなの。で私もまあまあついつい今はもちろんすごく幸せで、うん、そういうね、うん、あの悩める子羊ちゃんたちの問題とか悩みとかにこう、うん乗ってるんで今もそういうことをこう、ねうん、考えたりもするんだけども、やっぱり幸せに暮らしてるから、うんうん、ゆうこさんがこう、うん、眉間にこう仕上がっていってこう、うん、思い出して回想してる絶対、うん、と思っていつだったかなとか思いながらずっと考えてて、若干 2,3 年前でしょ。そう、あとね、嘘嘘嘘、例えば結婚生活とかでもそう結婚生活とかでも、はい、一番問題はね、うん、男性に出かけるときに家のことやっておいてね、うん、で出かける、うん、で自分としては、うん、帰ってきたときに多分まあご飯ぐらいは炊けてるかなとか、うん、洗濯物は取り込んでるかなとかって思う、うんうんうん、でも帰ってきて、うん、全く何もしてなかったら、うん、めっちゃ頭にきません、うん、きますよ、うんうんうん、そうでも男の人にとってね、うん、あの聞いてみてもいいんだけども、うん、家のことをやっておいてっていうことって、うん、何をしていいのかがわからない、うんうん、だから男性に話をするときっていうかお願いをするときは簡潔な言葉で男性に分かる言葉で論理的に述べるっていうこの3つがすっごく大事、うん、で、あのそういうところをこう女性ってみんなこう察し合いができるんで、うんうん、例えばしんどそうにしてるときっていうのは大丈夫っていうことを女性は声かける、うん、でも男性はそういうことを男性同士でするっていうのは相手を下に見てるっていう心理があってね、うん、で大丈夫って声をかけてあげると俺よりも下っていうふうに 見下ろしてることになるからっていうので声をかけない。へー、だから男性がそのね、私がしんどいのに何にも心配してくれないっていうのは男性の世界では心配をするっていうのは相手を一段下に落として見てるとかっていうふうに思う心理があるから、うん、そうなの？いや一つあのシングルあダメダメシングルタスクだから 今ほらあの集中されてるから集中してるそう集中されてるから、うん、あの、うん、BGM としか聞こえてないのでこういう時に連絡あのこういう時にそうでこういう時にねゆうこさんあれなのあのあなた聞いてないって言うと、うん、もちろん聞いてないから聞いてないの、うんうん、多分女性だったら今頃聞いてるのね、あの耳だんぼしてちゃんとこうやってるけど多分そういう耳だんぼなことは男性はあんましないのかもね。そう、あのね、一つのことに集中しちゃうと、うん、やっぱり男性っていうのは、うん、聞こえてるんだけど、うん、聞こえてるのとちゃんと聞いてるとは違って、うん、で女性は、うん、あなた聞いてるのって言ってしまう、うんうんうん、まあでも言ったことそうすると、うん、聞いてるさって、でも、うん、女性の
気持ちっていうのは、うん、私の話をきちんとあなたは聞いてよねっていうことを言いたいんだけど、うんうんうん、女性はあなた聞いてないでしょとか聞いてるのって言うと男性のに闘争本能が出てきちゃって責められたって思ってしまう、ね、それで聞いてるとかってそこからしなくていい喧嘩をしてしまう、うんうんうん、っていうのが結局その男性の心理を知らないと、うん、女性もその話しかけるタイミングを分からないし、うんうん、例えば男性がこう集中してる時に声をかけても絶対に聞いてないから、うん、で言ったのに、うん、あなた言ったでしょって言っても、うん、え、そんなこと聞いてないよっていうこともよくある。だから男性に話をする時はタイミングを選ぶことと、うんうん、何かにこう集中してる時には絶対に声をかけない、うん、子供と一緒でね、うんうん、で例えばテレビを見てたらコマーシャルの時になったら、うん、ねえねえって話をかけるとか、うんうん、そういうこと。予告とかはどうしても今伝えなきゃいけなくなっちゃったらどうしたの？その時にはやっぱりきちんと、うん、ちょっと話があるんだけど聞いてくれるって、その手を止めさせたりとか、うんうん、その一言なんだけど、うん、でも本当にいいのはやっぱり終わるまで待っておくっていうのがいい。でも本当に話をしたいときは今お話があるから聞いてくれるっていうその一言をかけてあげないと、うん、男性って聞くっていうことがすごく苦手で、聞いちゃうと問題解決をしようとしてしまう、うん、だから例えばよくあるあるあるが、うん、愚痴を言ったと。で例えば仕事がすごく忙しくってもう本当に嫌になるわっていうことを話したいときに、うん、女性ってほらそれって愚痴でただ単に聞いてそうわかるわかるとかっていうのが欲しいんだけども、うん、男性はそこで問題解決をしようとする、うん、じゃあやめろよ、うん、そんなにしんどいんだったらその仕事やめてしまえよ、うん、でも女性はそんなことを言われたいんじゃないよね、うんうん、そっかしんどかったんだって今日頑張ったねって、うん、その一言が欲しいのに。だよね、うん、もうさ始めちゃった何にもそう、うん、だから、うん、今ね優子さんがほらそういう風な形でやっぱり何年もこう一緒に、ね、いて、うん、そういうところがわからないと、うん、結局もう諦めて、うん、なんていうか消極的に平和、うん、積極的にこうラブラブで平和っていうんじゃなくてもうこう、うん、ぶつからないようにしてお互いがなんかこう何も空気で生きていこうみたいにしちゃう。まあそれもそれで人生、ね、悪くはないんだけども、うん、やっぱり一緒に住んでればね愛し愛されラブラブっていう方が私はいいかなとかって思ったりとか、うん、そうね、うん、なんかね、うん、ほら、うん私バツイチなんですよ、うんうんうん、だから今言われたことは前の夫に全部やってきたことだから、うん、だあるあるなの、うん、今はそれはやらないので、うんうん、それはほらどこかで学ばれてるでしょ、うん、そうしてはダメなんだって、うん、今彼と住んでから通じないっていうのがよくわかったんですよ、うんうん、こう私の考えは通じない、うん、そうだからねそのジョン・グレイ博士って私の、ねうん、師になるんだけども、うん、その認定の講師というか、うん、コーチなんでその方が言うには男性は火星から来た、うん、女性は金星から来た、もともとが異星人同士なので、うんうん、分かり合えるはずがないってっていうところから、うん、ベストパートナーになるためにっていう本を25年ぐらい前に書かれてるんですよね、うんうん、ベストパートナーですか、もっともっといい関係、うん、もっといい関係っていう、うんところですかね。で、うん、その明日ねセミナーをするのに、うん、第2部ではそういうことを中心に、うん、もっとベストパートナーになるためにっていうセミナーを明日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 ですね、うんうん、明日ミコリーさんがそれを話してくれるの。そうなんです、うんおうん、これねあこれかこれそうそうそうこれなんですけどもう その話する。そう優子さんがでもね、うん、オープニングにちょっと、ね、女っぷりを上げる、うんうん、ちょっとリンパを流してそうです、ね、何をするかはちょっと内緒にする、ねまあ、これは 今はねこの話じゃないけど、うん、こういう話をちょっと、うん、明日はもっと系統立てて、うん、こういう時にはこうなんだよとか、うん、こういう言い方をすると男性は聞いてくれるよとか、うん、でこういう言い方をすると男性は反発するよ
攻撃してくるよ、逆切れするよっていうものを、うんうん、セミナーでお話をさせていただきたいなって、うんうん、だからあの男性の参加者もいらっしゃって男性は学ぶべきだと思います、うん、そうですそうです、あのね、女性ももちろん男性のことを知らなきゃいけないんだけども、うん、あの女性も、あ、男性もやっぱり女性の特性っていうものを知って、うんうん、知ってほしいな、うん、で私はあのブログを持ってるんですけど、うん、それはどちらかというとこう男性向けに女性ってこういう風にしてほしいんだよって分かってほしいんだよっていうことをこう男性の読者にやっぱりこう伝えて、であの皆さんも知らなかったとかね、うんうん、あのもう結婚して何十年もなる人が頑張ってみますみたいな、えらい、うん、あのね、私その読者の方たちを見てても思うんですけど、男性って言葉に出さないんだけど、すごく奥さんのことを愛してるの、うんうんうん、そうそう、言葉には出さず、うん、でも言葉には出さないから、うん、女性はわからない、まあね、愛されてるかね、うん、だからよく頑張ってくれてるねとか、うん、ご飯おいしいねとか、うん、いつも君は綺麗だねとか、うん、ね、君と結婚できて幸せだよとかっていうことを、幸せだよとかいうことを一言言ってくれると1年ぐらい幸せ。本当に。いや1年後にまた。でもね、でもね、本当あの今日から変わっていただけると思うんで。うん、あの、うん、ありがとうとかね。でも笑ってる笑ってる。そう。うん、でもそういう風にやっぱりこう言ってもらえないと、うんうん、女ってどうしてもね、あのだんだんとこう愛がなくなっていく。そうなんですよ、ね、うん、愛してないわけじゃなくて、そうそうそう、なんて言うの、愛の形が変わってくっていう、そう、あのテンションが、ね、うん、落ち着いていくというか、うんうん、でもあのやっぱり本当に小さなことの積み重ね、うん、私の離婚って2回ともその旦那さんが何か大きなこと、浮気をしたとか借金作ったとかっていうことではなく、うん、本当に日々のちょっとした ボタンのかけ間違えとか、うん、ちょっとしたその言葉のあやで2人がヒートアップしちゃったとかっていうところから離婚したのね、うん、2回とも、うんうん、だからこれはって私は元夫たちが悪いと思ってたんだけど、うん、やっぱりこのジョン・グレイ博士の教えをこう勉強していくうちに、私はその男性に例えば逆切れさせるような話し方をしてたとか、はい、うん、で私あのモラハラとかの専門みたいにこうカウンセリングとかもよくアドバイスとかもさせていただくんですけど、中にはあの言い方が悪くて男性を攻撃してるように、攻撃してるつもりは自分にはなくっても男性からすると攻撃をされてるってとって、逆切れされてその侮辱的な言葉を吐いたりとかって、まあ、世に言うモラハラになってる人もいる。女性の関わり方のまずさで男性をモラハラとか DV にする女性もいるっていうのは、私はちょっとあの最近 の、うん、あの電話相談とかいろんなことの相談の中でやっぱりそういうことも、うん、感じてて、でその、うん、男性をいかに怒らせずに話をするかっていうのも、うん、あの技術で女性に学んでほしい技術、うん、感情的にわーって言っちゃうと男性って必ずあの反撃してくるので、はい、攻められたとか攻撃されたと思うと男って本当に反撃、もっとの言葉で来るので、うんうん、それで喧嘩になってしまうっていうのはすごく多いです。うーん、うん、だから女性の関わり方を変えることでいくらでも夫婦仲ってうまくやっていけるんですよね。うーん、恋愛にしてもそう、うん、男性を知る、まあ、女性、本当は男性も女性を知ってもらいたいんだけども、うん、男性から変わることってできないので、うん、女性の方が、あ、そうか、コミュニケーション能力って、なんかそんなこと言ったらまたね、女性の方がやっぱり柔軟女性の方がやっぱり変われるし、うん、柔軟に物事を考えていけるんで、はい、男性の方がやっぱりこう
考えに凝り固まってしまったりとかっていうことがあるんで、女性がまず変わることで、うん、男性って必ず変わります。へ、うん、はい、じゃあちょっと質問なんですけど、ちょっと待って、はい、こっちをあのコメントいっぱい来てんで、私の見れないんですけど、そう見せてるよ、コメント、さっき見てたけどコメント入ってないよと思って、クリックボイスで見ないと入らないのかな。あ、違う、これ友達、あ、くくりになってコメント、うん、コメント私はそっちに行って読もうか、あそこでなんかちょっと見て、そうね、うんうん、大丈夫でしょ、読んでもらうといいかも、うん、いろんな、もしよければ、うん、あ、はい、はい、じゃあちょっと質問の前にコメントたくさん来てるので、コメントいきます。あ、じゃあ星さん見てくれてます、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、みゆきさん、あ、これ何、ヨネさんには返信してくれたんですね、はい、解決してくれるのありがたいって、あのヨネさんって男性なんですけど、こっちはただ聞いてほしい、共感してほしいだけなのにと怒られたことがありました、そうです、そのものです、はい、素晴らしい、そんなつもりで口に出したんじゃないのにと。でもね、彼独身だはず、新里さんは、うん、男性は作業中は狩りしてる状態と一緒なので、獲物以外見えません、そうです、うーん、なるほど、それ明日セミナーでやります。ですか、うん、男性の良さはその時、すぐ反応が、なく分からなくてもきちんと考えて行動に移してくれること、そうです、で、ヨネさんそれが問題解決、イベント宣伝してくれてます、男性に行かせようってみゆきさんが言ってます、男性も来てください、みゆきさん、星みゆきさんですか、はい、そう、男性もね、男性も来るんですよ明日、男性もね、あの、男性もいらっしゃってるので、できれば男性の方も来ていただくと、あ、女性ってこんなことを考えてるんだとか、あーってあは体験ができる、あーって分かる分かるみたいな、やっぱりなんか相談に来る方って若い方が多いんですか。いや、そんなことないです。一番最年長でおいくつ。最年長で50代後半、おお、すげえ、50代後半のね、方も、あと男性も私結構多いので。多いですか、多いです。男性からの相談っていうのはどういうのがいいんですか。妻が無視するとか、そんなやつ。そんなやつもありますね。あります、あります。今なんかよくあのほら、定年になって、そうそうそう、仕事を辞めてお家にいたら奥さんが全然相手にして、あのね、男性のね、問題のあるところ、まあ問題っていうか、これ女性知らないからなんですけど、あの問題として話題に乗らなければ、それでいいって思うところがあるんです。え、どういうこと、だからね、男性は問題になれば問題を解決するんだけど、黙っていると、女性が黙ったまんまでいると、そのままで満足してるんだって思ってしまう。バカなの？バカではありません。だって絶対理由があるはずなのに、黙ってるの知らないから、分からないから、だから女黙ってるのはなんでかなって考えてよって、その察してよ、そうだから、女は察してほしいって思うでしょ、男は察せないの。だからそもそも男に察してもらおうと思うのがダメ、だからこそお願いをする、あなたこれ何々してくれるとか、そうしてくれると嬉しいわ、私はこれが好きだわっていうことを言っておかないと、その例えば誕生日によくある話が、あの何が欲しいって言われた、でもこうね、はしたないかなって、自分からこうリクエストするのははしたないかなと思って、何でもいいよって言ったらガンダムくれたとかね、ガンダムね、くれたりとか、わけのわからんなんか変な人形くれたとかね、でがっくしする、でも男性としては、あの言ってくれるとやっぱり用意をしやすい、だからあのうちの旦那さんも察することっていうのが本当にできない人で、私はゴリラーマンって呼んでるんだけど、本当にね、あのゴリラのような方なので、こうなんていうか、私がこうちょっとこう怒ったような顔をしてると、怒ってることは分かる、何で怒ってるのかは全く分からないみたいな、でその時にやっぱり聞いてくれて、こういうところが私は悲しかったのよっていうのを私が話してあげることで、次からしない、でも女性は察してくれるはずだって思って、何にも言わないから、でその後に何年も経って、あの時にこうだったって、その時に言ってくれよっていうのが男性の気持ち。
もう女性はね、もう過去の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 総ざらいしてドーンって出すことがいつでもできるっていうからね。あのね、あのジョン・グレイ博士は女性の脳の中の2階には巨大な図書館があるって、うんうん、巨大な図書館があっていつでもそこからねバッと引き出してくるんだって、10年前の何月何日みたいな日誌をね。それは女性の特性でね、うんうん、ちょっと大変になっちゃった。何これ、ごめん、ね、あの女性の特性で、うん、なぜその女性が何十年も前ひどい人なんていうのは、うん、40年前の出産の時にあなたは飲みに行ってたっていうのを40年経った時に言われて離婚してくださいって言われた人もいる。それ酷だね、うんうん、でもなんかありそうだな。あるある、あのね、熟年とか、うん、あとその定年退職離婚みたいなもの、うん、あの奥さんとしては20年とか30年とかずっと耐えてきたっていうの、うん、でも旦那さんは知らなかった、どうして言うてくれなかったっていうのが、うん、まず一番怖いね。怖いよ、女は怖い、秘めてるよ。そう、あの話をしないっていうのは男性の世界ではね、何も問題がないっていうことでスルーされるんだけど、女性に対してそのスルーをしてしまうと話がないってことはスルー。なんか、ね、今それについてコメントが来てるんですよ、うん、はい、ユネヤさんは、うん、なんか茂木健一郎先生の母体験ならぬあー体験って、はいはい、うんうん、あと男はバカだというのはグーの根も出ない新里さんは黙ってるけど察してほしい、で気持ちは男性だけの特徴じゃなくて女性もあるんではないでしょうか。黙って、うん、察して、なんか男の人が、あ、うん、あ、女の人だけの問題じゃないけど、うん、男もあるよ、ね、そう、もちろんね、うん、あの男はこうだから女がこうだからってその2種類じゃなくて、うん、やっぱりその人の中にはこう、うん、男性性と女性性っていうのはバランスが、うん、あの男性でもすごく女性性の高い人っていうのは察することもできるし、あのすごくケア能力も高かったりとか、うん、そういう人もいる。で、うちの、 あのゴリラーマンのように、うん、男性性がものすごく強くて全くその女性性みたいなのがない人っていうのは、うん、本当にそのジョン・グレイ博士の書かれる火星人そのものっていう人もいる。で、女性の中でも金星人そのものっていうね、女性性が強い人もいるし、うん、今の世の中はちょっとね、うん、あの昔のこう役割分担制度っていう結婚制度が崩れて、うん、女性も仕事を持つようになってるでしょ、うん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 、そういうことで女性がやっぱり男性化してるっていうのはあるんです。で、男性も今までのその昔のね、100年ぐらい前って子育てなんていうのはね女性の役目で、うんうんうん、男は外で働くだけとか、うんうんうん、まあもっと昔だったらね買ってくるだけ借りすぎに行くだけっていうのが良かったんだけど、うんうんうん、今はやっぱり家事をしたり子育てをしたりっていうことで男性自身もやっぱり女性ホルモンが高くなってきてるっていう、そういうその、うんうん、やることによって男性の女性のって分けるよりもどちらかっていうと、うん、ホルモン の、うん、あのバランス的なものでこうちょっと女性性に偏ってしまったり男性性に偏ってしまったりっていうのでストレスが解消できないっていう問題も現代ではできてきてる、うん、ちょっとその行動によるストレスってことですね、うん、要するに男性は、うん、そもそもその昔からの流れで育児に対する赤ちゃんを見るっていうことに対するそのプログラムはあんまないけど、うんうん、でも今は赤ちゃん見なきゃいけない、そうそうそう、そのそういうストレスを感じるけどでも奥さんのためにやっぱ頑張ってると思うんですけど、うんうん、その時にストレスホルモンみたいなのがちょっと出て そこでまた女性性みたいなのがちょっと作られてっていう繰り返してみたいな感じ で、ね、男性が男性性を取り戻すというか、うん、テストステロンってあの男性ホルモンをやっぱり高めるようなことをしてあげなきゃいけないんです、うん、男性は。で例えば、まあ、一番簡単に上がるのはエッチをすることなんだけども、そうじゃなくても、うん、あの趣味のことをするとか、うんうん、車の運転ストレスがたまらないような車の運転をするとか、ね、男同士でお酒を飲んだり喋ったりとか、うんうんうん、あとテレビを見たりとかスポーツ観戦をするっていうのも男性性というか、うん、あのテストステロン値を上げることになるんで、そういうことを男性はしなきゃいけない、うん、で女性は女性で、うん、その男性ホルモンが
高くなってしまうとすごくストレスがたまるので、うん、そのストレスをどうにするかっていうと、うん、その女性ホルモンを上げるようなオキシトシンを出すような、うん、オキシトシンってその愛と、ね、幸せのホルモンって言われてる、うん、そのオキシトシンが出ることで女性ってあの落ち着いてストレスは解消されて女性ホルモン値が上がるんです。それをしないとあのいつまでたってもこう男のように闘争心がバンバン出てきたりとか目的達成志向になったりとか、うん、今なんかね、うん、分かるような気がする。あの働くのが好きな人とか、うんうんうん、すごくバリバリ頑張ってる人って、うん、やっぱりねそういうところがバランスが崩れてくる。もう崩れまくってるから崩れまくそうだからこそ、ね、その女性ホルモンをこう、うん、なんて言うんだろう上げるようなことね。例えば、例えば、あのね、リンパじゃない、リンパじゃない、リンパももちろんすごくいいです。以外に、以外に、うん、あの男性はそのアナゴ盛りって言われてる、うん、その好きなことを集中してするっていうことが男性ホルモンでしょ、うん、で女性の場合はセルフケアって言って、うん、自分のだから要は、うん、あの好きなことをする、うん、マッサージが好きならばマッサージに行くことがセルフケアだし、例えばネイルをするとか、うんね、髪の毛をいじるとかっていうのもセルフケア、うん、で本が好きな人は本読めばいいし、うん、ガーデニングだったらガーデニングをね、うん、好きなことをやれば、そうそうそう、あの女性って自分が、うんうん、自分可愛い可愛いってしてると考えて休まないと休めないせいなんですよ。で男性は考えなくても仕事から帰ってきたら家ではもうその家モードで休むっていう、わかる。だから男性は家に帰ってくるとソファーでゴロンってしてて、女は働き回ってんのにこのクソ男って思ってしまう。すいません。そう、そういうのがやっぱり、うん、あの妻あるある、妻あるある、そうそう、不満あるある。なんかだって女性なんか家からか家に帰ってきてゴロンってしたら罪悪感する感じるもんね。そう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 。それがね、もう問題。すごいいいこと書いてある。うん、星さんは、うんうん、誰誰？星みゆきさんはね、うんうん、男性ホルモンが多いのかしらって。うんうんうん、で米屋さんは、うんうん、リンパマッサージはかなり貢献してるかもって。そう、貢献してます。じゃあ明日みんなで女性ホルモンあれ。そう、12時半から。とにかく女性はやっぱり女性ホルモンをある程度、まあ、上げすぎると今度ヒステリーになったりとか、あ、色が微妙なんだ。だから結局ねバランスで男性のそのテストステロン値も男性ホルモンも上がりすぎると今度ちょっと闘争の方に行ってしまうんで喧嘩早くなっちゃったりとか、そっちの闘争逃げるじゃなくて、そうそう、逃げるじゃなくて戦う方、あの戦う方のね、そう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 、どっか逃げてっちゃう、その闘争じゃないの、面白い、そう、その闘争じゃなくて、そう、日本語は難しいね漢字を見ないとね、同じ言葉があるんで、なんかほら、趣味に走って帰ってこなくなっちゃったとか、そういうのかなと思ったら、ね、で、そうなの、だからね、結局、うん、あのバランスっていうのがすごく大事で、うん、あの確かにね、女性のあの女性脳と男性脳っていう分け方もできるのはできるんですけど、うん、どちらかというと、うん、ホルモン的に考えた方が、うん、ホルモンなのね、うん、あのでもホルモンがなくなってきてるからかな、いろんなホルモンが、うん、いやあのね、私たちその熟女時代になると、はい、うん、やっぱりね長女時代頑張ってね、どうにか自分でしていかないと、はい、ね、もうなんかすっかりおじさん化してる気がしたり、だからその、うん、片思いのドラマ見たりとかしても、うん、キュンキュンしない、キュンキュンよりも、うん、だからこの場合はさみたいな冷静なおばさんチックな見方をしちゃったりとか、うん、もう本当に歌聞いてるだけで、あ、いいこの歌って思うのは最初だけで、うん、歌詞をよくよく読みほどいていくと、うん、なんだこの男めめしいなとか、うん、そういう感覚になっちゃうのが、うんうんうん、いやだな年取るってって思いながら、うんうん、まあね、そのあたりはね、うん、まあ、うん、あれですか、うん、YouTube にも来てるます、あ、YouTube に、え、これ何、うん、コメント、うん、か、あの、あれから言って何、どこ、名前から、名前、コメント、あ、YouTube の方にもコメント来てるみたいで、うん、YouTube にコメント、うんうん、風の旅人さん、あ、風さん、あ、風さん、カミラの
関係かミコリーさんがやカメラの関係だよね、うんうん、カミラ、うん、カメラねカメラの関係じゃない、うん、ミコリーさんがやたら小さく見えるとあそうよ下がっていい下がっていいあとキムチ23っていうのかな、うん、なんとなくわかるけど余計なことをして波風立てたくないって気持ちもあるよねってカズ、ねうん、さんちっちゃくなった、ね、私確かに小さくなりすぎでしょ違うよ風の旅人さん私が大きいからちっちゃく見えるだけでじゃあこれでいいかな、かでさんこっちギューンって下がるとギューンってほらぐらいほらちっちゃくなったカメラのせいだねでもありがたいですねあ、うん、西尾ちゃんも見てくれてる、うん、でもすごい YouTube 見てくれてるなんて、ね、さすがかでさんすごいな、うんね、でも今 YouTube でライブができるようになってすごいですね、うん、今ね、うん、すごいすごい、うん、YouTube のライブは結構いい、ね、私はできないけど、うんうん、そっかそっか、うん、でも本当素晴らしい、うん、何が彼、ね、そうそう素晴らしいって、うん、素晴らしいです、うん、素敵最高ですもう褒められるの大好きなんで、うん、若い褒めてあげてくださいもう本当にねすごく大事なので、ね、ありがとうございますでなんかもう全然関係ない話なんですけど、うんうんはいはい、私この間あるご夫婦に久しぶりにお会いして、うん、でご主人の方がなんか結構グローバルに仕事を展開してるんです、うんまあ、成功してるからいいんですけど、うん、でもそれまで安泰の道を歩んでた、うん、で子供が4人いてっていう方がいきなりこう自分がやりたいからっていうことで仕事をガカって変えてったんですよ、うん、そのご夫婦の旦那さんがね、うんうんうん私なんかはお友達として見てて奥さん大丈夫なのかなとか、うん、お家どうなってんのかなとか、うんうんうん、余計な心配をたくさんしてたんですけど、うんうん、でも今大成功してるんですね、うんうんうん、でその大成功してるご夫婦にまた再び会った時に思ったのが、うんうん、あーってこの奥さんはすごい今度旦那さんのこと信じてるんだなっていうのをものすごく感じて、うんうんうん、いや私こうちゃんのこと信じてるかなとか、すごい反省して、うん、そうだ考え方変えようって、あの今ほら全然もういい空気がすっごい、ねうん、なんかもらってる気がする。あの妻ブロックっていうね、うん、言葉があって、うんうん、例えばその転職をするとか、はい、そのねあの A 店になるんだけど、うん、それをこう止められるとかっていうようなの、うん、妻ブロックって、うん、でもやっぱりそれってね、うん、本当に。良くなくて、うんうん、あの男性を信じて、うんね、自分の選んだ人を信じてやっていくっていうのはすごく大事な、ね、だからそれ見た時に、うん、あなんかすごいなってこの、うん、もう20年結婚して20年以上経ってるご夫婦なんだけど、うん、こうやってもう黙っててもこう信じ てあのね、うん、私いろんな女の人をこう見て自分ももちろんそうなんだけど、うん、その、はい、天然で生まれつきというか、うん、まあ多分お母さんがそういう風にお父さんにされてたのかな、うんうん、あのそういう人っていうのも稀にいるんですよ、うん、うちの嫁もそういう子で、うん、誰から教えられたわけでもないのに、うん、男の立て方を知ってる、うん、え 嫁がいるの、うん、私嫁もあの、ま、孫も、孫もいるんですそうなんですか混ぜた、うん、そうなんだいるんですはいいいな、うん、だから、ねうん、あの近い本当に何というかあの、うん、教えられなくても分かってる多分、うん、私が思うのにお母さんがそういう風にお父さんに対してたんじゃないのかなっていうのが仮説としてね、うん、あのお母さんがお父さんの扱い、うんうん、男の扱い方を知ってるようなところに育った娘さんってそういうところがあるのかも、うん、どこまで言ったら男が怒るとかね、うん、お母さんがこう言ってたからこうしようとか、うん、で私は全くそういうところに生まれてないので、うん、どちらかというとこうねあの女系家族で女の方が偉いみたいな家に生まれちゃったので、うん、あすごいついついその、うん昔から男はこう下だみたいな感じでその私は育ってきてるので、うんうん、どうしてもこう見下すようなところがあったのかな、うん、かなっていうのがねわかりますイバリンボっていうか、うん、私はちょっとまた別個の心理学を勉強した時に知ったんですけど、うん、世の中はみんな私と同じ考えの持ち主と思ってたんですよ私もそうですよね、うん、だからどうして私が
できることあなたができないのって本当にずっと思ってたんで、うん、でもみんな違うのでね違いますよね、うん、それちょっと学んで分かったんですけど、うんうん、面白いそうなんでしょう、うん、いやでも限定性合理の罠がそうでしょ、うんうん、あの自分の言葉が出てくる限定性合理、うんうん、あの要は私は簡単に言うと自分ルールって呼んでるんですけど自分ルールを人に当てはめては、うんうんうん人には人のルールがあるので、そういうことでやっぱりこうあなたはダメねっていうのはその自分のルールの中ではあなたはダメなんだけど、うん、あの他のルールの中ではダメじゃないっていうこともあるんで、うんうん、そうダメねとかは言わなかったんですけど、うん、あのなんだろうどうしてこの人ってこんなことするんだろうとか全然理解できないっていうのもいっぱいあったんですよ、うんうん、確かに確かにでお前が私に合わせろみたいに心の中で思ってたところもあって、うんうんうん、あでもあの、まあ、ちょっといろいろ学び、うん、あそうじゃないんだなっていうのを知ったんですけどだからそういうことが分かるとこう、うん、子を立てれる個人の子、うんうんうん、そうですねだから個性、まあ、男性だけでなく個性を立てるっていうのが大事、ね、個性というかその個人っていうか、うん、ね全くそのよくあるのがその旦那さんもなんだけども子供に対して私のものとか、うん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 自分のお腹から生まれてるから自分のものみたいに思ってしまうところがね、うん、女性って気をつけなきゃいけないところがあって、うん、それこそ子供にも個性があって、うん、個人で、うんうん、子っていうものを大事にしてあげないと人格があるし、うん、人間は一緒の人間って誰もいないので、うん、そこら辺は子育てでもやっぱりすごく大事なでも良かったですね、うん、今ねもうそれってすごいなんか多様化してて、うん、もう個性を大事にっていう風潮もあるじゃないですか、うん、みんな一緒にじゃなくて、うんうん、目立ってもいいし、うん、そのでもね、うん、日本の社会はやっぱりまだ、うん、長いものに巻かれろとか、うん、ある、うん、ある、まあ、あの沖縄がまだもっとこう個性を認める風土あるかもしれない、うん、あそうかもうん、本土に比べると、うん、あそうなんですかやっぱりアメリカナイズされてるからかな、うん、それともそういうその沖縄のもともとの文化、うん、どうなんでしょうねなんでしょうね私はちょっと沖縄のことは生まれ育ったわけじゃないんで、うん、よくわからないわからないんだけども、うんねでも長いものとか、うん、あの巻かれちゃった方が楽な時ないですか、うん、長いものに巻かれる、まあねでうんうんうん、私なんかもう巻かれちゃえってすぐ思っちゃう方なんですけどあの生きていくのは生きやすいですよね、うん、ただ あんまりこうなんというか自分ルールがたくさんあったりとか、うん、人を許せなかったりとかっていうのは、うん、あのよくないどうしてあの人ってこんなことするんだろうとか常識外れだねとか風の旅人さんがちっちゃくなったよ、うん、ちっちゃくなったちっちゃくなったありがとうございます、うん、でなんか米谷さんは優子さんはそのままでいいですってありがとう、うん、もう なんかいいの私ルールでみたいな、うん、そうちっちゃくなりたいそう威張ってました、うん、でなんで気づいたかっていうと、うん、子供に言われたんですよ、うん、お母さんって目が怖いよねって、うん、だからよくあるなそれも口あるあるには出してないけど、うん、このグッとこらえたのが目に出てるみたいで、うん、目が怖いって言われて、うん、ちょっとあこれいけないと確かにあでも、うん、素晴らしい、うん、そういう風に言われても変われない人ってたくさんいてね、うんうん、子供に言われないそれって怒って言うこととかね言われたりとかね、うん、してね、うんうんそうなんです子供に言われて反省みたいな そうかもしれない、うん、目が訴えてるかもって思いながらチロって睨んだりとか、うん、知らぬ間にやっていたかもしれない、うん、やっていたもうやってました、うん、私ダメ出しのね、うん、ダメ出し女王の娘なんで、うん、それねダメ出ししょうがないですよね、あの育ってきた環境大きいですもんね、うんうんそれとねそのほら、うん、男性は問題解決屋になるんだけども、うん、女性はしつけ屋になってしまうからね、うんうん、こうそうそうより良くしようって思う、うん、旦那さんも子供も、うん、そう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 、うんうん、だから決して悪気があるわけではないのねその男性も問題を解決するのはね、愚痴を言ってるだけなのにそんな仕事辞めてしまえとか、うんね、隣の奥さんがって言うと付き合うなとかね、うん、そういうのはいらないんだけども、うん、やっぱりその女性も、うん悪気はないのに、うん、あの人をしつけてしまう、うんうん、こういう風にしたらあなたはもっと良くなるわよとか、うん、子供にしても、うん、その言わなくてもいいところまでこうね、うん、いちいち言ってしまうとか、うんはい、言っちゃう言っちゃう、うん、言っちゃう言っちゃうそこを抑えることで、うん、
子供のやっぱり個性とか、うんうん、自立の心とかっていうのもやっぱり出てくるっていうのは、うんうん、そっか、うん、じゃあはい次の質問、はい、で今あの片思いしてる女性がいるんですけど、うん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 、もう勝手に自分で結論出して、うんうんうん、先に全然進めないでずっと同じところで、うん、足踏みしてる人が一歩出るための勇気の言葉みたいなのってありますか、うん、先生片思いから片思いからの、うんうん、これがもし相談とかの場合はやっぱり男性がどういう行動をしてるのかっていうのを見たりとか、それが彼女の、うんうん、だけの中の妄想なのか、うん、本当に彼がモーションをかけてるのかっていうのを知れれば、うん、モーションはかけてないみたい、全く脈なし、うんうん、まだそこの段階すらいて、遠くから見てこう、あ、なんか、あ、なんていうの、昔の少女漫画っぽい、あ、そうなんだ、うん、影からこうやってる感じ、そう、だから私なんかは名前聞いてこいとか、うん、年聞いてこいとか、うん、いろいろお尻を叩くんですけど、それすらできないみたいな、全く接点はないんだ、たまに会う、まずやっぱりお友達になること、そこですよね、うん、あのお友達にならないと、うん、その名前も知らないね、年齢も知らない、うん、ただすれ違うだけっていうような、うん、そうなの、名前も知らない、年齢も知らない、うん、あ、名前はね、名字だけ知ってる、既婚か独身かも分からない、独身は分かる、それはもう周りからの情報を得て、うんうん、じゃあね、うん、やっぱりまずお友達になることを目指さないと、そこだな、うん、で、あの、できれば、できればというか、うん、ね、どこで出会ってるの、その人たち、職場、あ、職場なんだ、でもあの、うん、大きい会社だから全然別接点がなくて、はいはいはい、たまにロビーで会うとか、もう一目惚れ完璧な、あ、なるほど、じゃあ、うん、あのご挨拶をするところからとかっていう感じかな、わ、ね、かった、やっぱ、ね、っ、あれ、うん、ハンカチ落とす、でだ、ハンカチ落とす、古すぎ、古すぎ、すごい、で、どうします、違う人に踏まれてっちゃったら、ブバッバスって言って、それもう一回毎日でもなんかちょっと落とす、わざわざその人の前で落とす、それか、その彼の前でこけたらいいんだ、こけるもいいですね、お嬢さん大丈夫ですか的な、どうします、スって言っちゃったら、そこまで、ね、だからもう、うん、あると洗える、そう、だからそこでこけてるのに起こしてくれないのはもう本当に脈なし、あ、そういうことか、そうです、じゃあ転んでみたらっていう、転んでようかな今度ペンを落とすとかね、あ、うん、そんな古典的なのでいいんだろうか、でも案外新鮮かもしれない、そうでしょ、うん、ハンカチなんかあんまり落とす人いないからね、うん、最近ね、ハンカチ持ってる人いるのかな、持ってる人自体が少ないかも、うん、最近、ね、ほら来たよ今、うん、ハンカチってコメントが、ハンカチはねやっぱし、やばい、年がバレる、年がバレる、昭和時代が出ちゃったかな、うん、今の若い子どうしてるのか普通に聞くんだろうね、きっとね、なんかね、まず LINE 交換してとかだよね、ね、もうあの塾でたちは若い人たちの行動が分かりませんって、うん、そう、今なんかあの、うん、私びっくりしたんですけど、うん、昔合コンをセッティングしてほしいって言われて、うん、何名かセッティングしたことがあるんですけど、誰も電話番号聞いて帰ってこなかったんですよ、女子が、うん、で、どうして聞いてこなかったの、うん、って言ったら、え、だって電話番号聞かれなかったから、うん、自分なんか自分から聞くのもなんだと思ってって言われた時に、うん、あ、この人たちはずっと独身だと思ったのが6年前で、うん、今何独身なんだよ、あ、その時のメンバーは、うん、その時のメンバー、誰も結婚しない本当に、まあね、うん、その本当はね、男性の方から行動してもらわないとダメなんだけどね、うんうん、だから彼女たちのその町のものっていうのはいいんだけど、やっぱりそこにその来てた男性のタイプによって、うん、やっぱりこう女性の方から粉をかけないとダメだよね、餌をまかないといけない男性もいる、うん、そうじゃなくても、うん、あの男性のタイプによっては何もしなくても来る人っていうのもいるので、うん、ミコリ先生、粉ってどうやってかけます、こうじゃないですよね、粉ピッてあ、なんかちょっと触るとかじゃなくて、粉ってなんだ、いや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 、どういう、まあ、あのじっと見つめたりとか、そう、話をこうね、うん、しやすいように持っていってあげたりとか、分かってるんですよね、その粉の意味が ね、 そう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 、女子はね、粉の意味ね、心の中で、でもその、うん、粉かけるのみんな下手ですよね、うん、っていうかよくわかんないけど、さすが、あの、なんで私合コン嫌いで、うん、自分は誘われてもなんかもう本当に人数合わせぐらいでしか行ったことがないんですけど、うんうん、あの
なんで嫌いかっていうと営業しちゃうんですよすぐ。あ、だから自分は接客をしてるから、うん、営業トークから入っていっちゃうんで、うん、みんな勘違いしてくるんで、うん、全然そんな気ないのに、うん、そして、うん、褒め狙いから恨まれたりとか、うん、恨むなよみたいな、じゃあ誘うなよとかこっちは思うじゃないですか、うん、でもそんなのがあったりとか、やればいいのにって思うんですけど、うん、なんかちょっとモテを感じるな、そう、テクニックってやっぱりあるんでね、うんうん、そういうのも教えてくれるんですか。もちろんもちろん、ね、すごい、もちろん教えます。あの今回のこの、そうそうそう、このね、うん、これの第一部は戦略的婚活方法、方法なんですよね。行けばよかった。あのどういう人を選んだらいいかとか、来れなくなっちゃった、私は友達誘ったんですけど、どういう風な人を選べばいいかとか、うんうん、どういう風にすれば、うん、まあ、あの妻にの座に行けるのか、うん、みたいなね、重要、重要。じゃあですよ、そうそうそうよね、ダメを引き寄せる人はいるいる、ダメをダメをそうで、ダメをじゃなかったのに、うん、ダメを育成しちゃう人もいるじゃないですか。私そうだった。それはダメンズメーカーどうやってやるんですか。何どうしたら克服できるんです、うん、それはねやっぱりその男性心理を知ってっていうのがやっぱり一番、うん、それとあのダメンズウォーカーになる人は、うん、やっぱりダメンズの人が好きなのね、うん、あの例えば私その婚活のアドバイスとかもしてるんだけども、うん、あのダメンズ好きな人って、うん、やっぱりこうイケメンで、うん、例えば女の扱いがうまくって、うん、ね、デートはこういうレストランに連れてってくれてって、うん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 、でもそういう人で女好きっていうのが入ってくるでしょ、うんうんうん、で例えばもっとひどくするとあのエッチだけして捨てられたとかね、うん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 、でも本当に結婚に向いてる人っていうのは女扱いがうまくもないし、例えば居酒屋とかラーメン屋に連れてったりとか、うんうん、一人はねちょっとムッてしちゃう、うん、デートの1回目のデートで釣り堀に行ったっていうのもいたね。で私はあの今の旦那さんの初めてのデートがゴルフの打ちっぱなし、うん、あ全然いい気がするけどね。でも私ゴルフの打ちっぱなし連れてってくれた人ダメンズだった、超ダメンズだった、うん、超、うん、超がつくダメンズ、うん、だからそういうのでこう、うん、女性を喜ばすことがわからないとかっていうような人とかね、うんうん、まあ、自己中ですよね、いきなり釣り堀とか、うん、そうでもそれは自己中じゃなくて、うん、あの男っていうのは、うん、自分の好きなものは彼女も好きと思ってるところが、うんあるんで、うん、そうか、まあ、でも必ずしもねそういう人ばっかりじゃないってことですよね、うん、そう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 、もちろんもちろん、ね、ただね、うん、ただその、うん、なんというか、うん、あの髪の毛がボサボサだったとか、うんうん、服がダサかったとかっていうので着る子がいるのね、うんうん、はい、あ確かにね、うん、それはそんなのいくらでも買えるじゃん。そう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 、ハゲなら植えりゃいいし、そうです ね、 ね、 ね、太ければ痩せらさせればいいし、うんうんうん、そう、そういうところでそのなんというか切ってしまう、うんうん、もったいないね、もったいない、もったいない、ね、うん、あの確かにそのねゴルフ場にあの打ちっぱなしに行ったからってダメンズだったっていうのは、うん、その後から、うん、分かったことがやっぱりこう、うん、査定する期間っていうのがあるので、うん、好きにならないっていうのは査定期間にダメをが判断できれば別にそれはダメンズではない、ダメンズ好きではないですよね。結構泥のままで行って、うんうん、だからそこで本当はストップをしなきゃいけない。あれじゃないですか、あの NG ワーク、うん、自分の中の判断基準がないっていうので、それも今回ね、うん、そのセミナーの中でどういう人を、うん、がやばい人なのかっていうのも、うんうん、7つのタイプっていうのがダメンズで、ダメンズウォーカーにならない、うん、コメント来ました。先ほどのハンカチについてです、うんうん、ごめん、なんか挨拶ともう一言、例えばネクタイいいですねとかを加える、うんうん、え、ハンカチ落として、うん、ハンカチ落とさないで、おはようございますとかって言って今日も素敵ですねみたいな感じ、そうそうそう、であと、ヨネアさんは、うんうん、刺してがダメだからねって言ってた、うん、やっぱじゃあ自分からアクションを起こせってことですよね。そうね、あと、うん、男性は自分の日常を知ってもらいたいっていうことで釣り堀に連れて行くんじゃないかっていう、うんうん、そうそう、それもある。だから要はその男性は自分のことを知ってもらいたいもあるし、うんうん、自分が好きなものはそれこそその
私と同じ考えだって思うところがやっぱり男性だってあるんで、自分が楽しいから彼女も楽しいだろうって思ってしまう。でもそういう時嫌なら嫌だって言った方がいいの。嫌なら嫌だって言ったらいいの、私はそういうとこ好きじゃないとかね、ここに行きたいとかっていうのをちゃんと言えばいい。言えない子っているじゃないですか、好きだから嫌われるのが嫌で我慢をしてしまうっていう女の子はすごく多い。でも本当は取説、私の取説の説明をしなきゃいけないの、これが好きこれが嫌いとか、食べ物とかね。相性もありますよね。だって好きじゃなかったけど、なんか彼とやってたら好きになったとかね、嫌いだったけど彼女がやってるからなんか面白くなってきたっていうのもあるから、こういう相性でね、別にね、それで興味を持ってやれるんならばいいんだけど、嫌なのに毎回無理やり毎回、いやいやついていくっていうのは良くない。良くないな。それはもう彼だけに言ってもらって、自分たちは違うところで自分のところにもこう来てくれるっていう風に持っていく方が、なんか思い出したことがあった、それが、みんな思い出す、思い出す、だんだんなんかちょっといっぱい出てきたぞ、出てきて。今これ私の話は、私の話はいいの、変な人じゃなかったんですよ、全然普通のサラリーマンだけど、でも土日になるとパチンコ行く人がいて、見てるかもしれない、フェイスブックで繋がってるから、俺のことだ、だからでも今日はくるみだから、そうね、誰も検索しない、ちょっと今日はともすれば親の悪口も言いそうだったんで、そうね、大丈夫、パチンコはね、ちゃんと真面目に仕事してたんだけど、彼と会う時にはもうパチンコさんに行くしかなかったみたいな時がね、辛いね。だからその自分にとって嫌だけど NG なことをする人は選ばない方が実はいいの。そういうことか。で結局嫌だと思ってることダメ出しになるでしょ、でよくある話が、私の彼ってすごくいい人ですごくいい彼なんだけど、これをしなければ最高なんですって。で一つでも私はダメ出し箇所がある人っていうのは選ばない方が、必ず後々で結婚した後とかにそれが離婚理由になってくるっていうことが、どうしてもダメなポイントっていうのは自分を知っとかないと分かんないですよね、私これが本当に嫌いだったのねっていうのはもう経験しないと分かんない、経験しないとね、たくさんの人とやっぱり会ったりとか、で特に婚活をしてる人っていうのは会わないと始まらないし、で会っていくうちに、あ、私はこういうタイプの人がダメなんだっていうのがね、だんだんと分かってくる。そっか、じゃあやっぱり自分のことをよく知って、まずね、婚活で勝つには自分を知る、で自分の将来の旦那さんになる人を知るっていうところから始まらないと、自分を知るということで、すごい、じゃあこの人好みで、あ、好みっていうか自分どんずばバッチリだ、でも結婚してみたら浮気を繰り返されたっていうのはどういう場合に起こるの？例えば彼女が浮気をするのが絶対嫌ならば、そこに対してガイドラインっていうのを出さなきゃ、あなたが出して、それでも一緒にいるから都合のいい女にされるわけでしょ、奥さんが。だってあなたと離婚、例えば浮気をしたら別れましょうって言ってて、問題は浮気をしても別れない人が多すぎるのね。あ、そこが問題。それか、そのどうしてもその人が好きで浮気をするんだけど、どうしても好きっていう場合は彼の行動全部を受容してあげないと、受け入れる。あ、そうだ、この間ね、みこりさん、そういえば都合のいい女と居心地のいい女ってちょっと似て非なるものっていう話をして、こういう話も講座でしていこうかなっていう、なるかどうか懇親会もあるし、だからね、ぜひぜひ男女の心理を知ることでやっぱりうまくいかせる。で特にその男女の中って大きく言えばやっぱり人間関係なので、男女のことを知ることで、例えば上司だったり部下だったり、お父さんお母さん子供全てにこう使えてくるんで、
じゃあこの恋愛ユニバーシティの学びっていうのは、うん、全ての人間関係にもすごく浮かせると思います。おい、じゃあもう話してると、うん、美魔女はだんだん旦那の愚痴とかも出てきてるので、うん、そろそろまとめに入ります、ね、うん、実はこの2人は明日、うん、沖縄で7月21日、ティルルで、うん、脳とホルモンの働きから男女間コミュニケーションを科学するというセミナーを開催いたします、うん、はい、もうちょっと空きがあるんですよね。そうです、一部あります、うん、一部は空きが、あとは言ってくれればちょっと椅子増席することもできるはするようです、うん、はい、よかったらこのイベント@nahodo.jp に連絡をください。はい、はい、電話番号の方もあるな、はい、うん、電話番号は、うん、はい、はい、で、ゆうこさんも、はい、あ、こっちからだよ、はい、ゆうこさんも電話番号こちら、はい、あ、いいの YouTube とかいっぱい出ちゃうけど、あ、大丈夫大丈夫、シンデレラ恋活プロジェクト、はい、沖縄でやります、はいはい、0804692-5708 の方にお問い合わせください。はい、はいはい、私も、なんか12時半から、12時半から、うん、はい、女プリあげる、はい、ホルモン、はい、出す、うん、マッサージ、うん、ちょっとだけ言っちゃうけど普段絶対、うん、体験でやらないバストアップやります、うん、おー、大サービス、ありがとうございます、はい、大サービスです。それだけ受けに来てもいいよ、ね、一部、はい、一部、はい、ね、一部ね、そんな感じでミコリンさんには質問がいっぱい出てくると思いますが、ね、今恋してる方も、うん、結婚されてる方も、うん、人間関係をうまくいかせるために、うん、はい、奥様大切にしてください、はい、私は母との関係が良くなりましたので、はい、ね、あ、本当ですか、素晴らしい、はい、旦那さんもね、ちょっと旦那さん信じてあげる奥様になれるように頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、でもなんか私思ったんですけど、信じてるあなたはすごい、あなたはすごいってずっと言い続けたらそれってなんだっけ、ハラスメントにならないの？あのね、その、うん、ずっとじゃないの、うん、ちょこちょこやっぱりその小出しにしていく、うん、でそれよりも感謝、ありがとうとか、ありがとうっていうことがやっぱり男性にとっては感謝をされるっていうことが一番、うん、女性は、女性ももちろんなんだけど、うん、やっぱり男性の場合は女性の話を聞いてあげる、うん、腰を折らず、そう、腰を折らず、うん、アドバイスをせず、うん、話を聞いてあげる、そうそうそう、で女性そう、私もできる、頑張る、すごいとかって、うん、ずっと言われると、そのうち、頑張るすごいとかって言うよりも、とか思うけど、だんだん時間が経つ、ありがとう、そう、ありがとうっていうことを重くなってきちゃうみたいな、やっぱり言ってほしい、やってもらって当然とか、うん、っていうことは一つもないっていうこと、うん、男性も、うん、男性も女性もね、そうだそうだ、うん、男性も女性も本当に考えてほしいのは、うん、当たり前とか、うん、当然っていうことっていうのは一つもないっていう、一つもない、うん、はい、そう、はい、全てやっぱりこう受け取る、うん、ないですよね、うん、私も最初の旦那さんでそれは学ばせていただきました、うん、っていうことが大事なので、うん、ぜひぜひ皆さんも、はい、ヨネさんも新田さんも星さんも、私の皆さん、今日風の旅人さんとか皆さん見てくださった、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、もう話してると本当にキリがない、そう、キリがないので、でもよく聞いてると行き着く答えが一つっていうことに気がついたと思います。何度も何度も YouTube 再生よろしくお願いします、はい、お願いします。今日はこのぐらいで、はい、はい、終わりにします。今日はありがとうございました。ございました。では、そう、じいちゃん、ちみちゃんでね、ここだよね、こっちね、ここね、ここで、はい、